前回は第1シーズンファーストインパクトを全種あの箱買いしてコンプしたんだけれども、今回はね、なんとなんとね、見て、まあ箱買いはできなかったんだけど、まさかまだ売っているなんて最高でしょこれ。もうね、コンプするしかないと。フナッシーの品種改良フィギュアセカンドジェネレーションゲットゴールにできました。ありがとうございます。いやこれコンプだわ。でこの最強選手をさらに最強にしたいんだよね。めちゃめちゃでけえ。目標はもちろん全種類コンプリートなんだけど、とりあえずとりあえず絶対出したいのがあって、シークレット、このシークレットマジ狙ってる。あと胸毛見てこの胸毛も欲しいんだよな。ぜひゲットしたい。まあ前回のシークレットはここにいるんだけど、このゴールデンフナゴロ、この黄金に輝いているフナゴロが前回のシークレットなんだけど、今回のシークレットの、まあシルエット的にねまたこのパターンかもしれないけど、合体も楽しいからね、このシリーズ。早速開けて見ていきまするか。頼むぜ来てくれよ。斬鉄バサミじゃなくて剣でいこう。斬鉄剣でズボジョーアバウンス、そしていきます。切れてなった、切れてない。頼むぞ、一発目からシークレット来い。一発目からシークレット、一発目からシークレット。おー、ほう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 、これは持ってるね、ドラゴンフナディース。これドラゴンフナディースは持ってるからかぶりと。でも羽がかっこいいんだよねこれ。よし、一発目からかぶるってな。さすが俺だぜ、さすが俺だぜ。分かっていたよこの展開は。しかし絶対にコンパできると思うんだ。まあこんだけさ残ってて全部俺がゲットできたっつうことは、これコンプしろっていうね、もうお告げだと思ってるから、これでコンプできなかったらおかしいでしょ。これでコンプできなかったらね、完璧におかしいから、さっと。おぉ、やった、持ってない。一瞬焦ったシークレットが取った紛らしいのお前、お前はてめえ紛らしいじゃねえか。そしてあーオッケーオッケー、いいよいいよ。あと持ってないのたくさんあるからさ、どんどん来てほしい。どんどん来い、どんどん来い、行くぜ。さっ、どんどん上げて、もう中身見ていくからさ。で最後に全部組み立てる。頼むぜ来てくれよ。さっ、おぉこれ持ってない、初だ。ザン見て、フナッセーなし名前フナッセーなし、バカウケじゃねえか。うわ可愛いな。俺この下半身欲しかったんだよね。触手、触手の下半身、袋越しにドビュッシー、袋越しに入ったわ。後でちゃんと組み立てるから。よし、さてもうそろ来るんじゃない、シークレット。頼むぜシークレット。まあね、パターンだとあれだよね、あれだよね、パターンだとあれだよね。さてさ、よし。前回さ、あのワンボックス開封でもシークレット出なかったから、あいつ出なかったんだよ。かなりレアだと思うんだよね。まあでも出るでしょ、大丈夫でしょ。さっ、おっしゃ、持ってない、初バタフライフナゴロー、バタフライフナゴロー持って、いやーこの蝶の羽も欲しかったんだよね、合体に使えるからさ。よし、待って、いい感じいい感じ、俺にしてはいい感じ。ちょっとね、さっきでかいことを言ってたけどね、ちょっと不安だったんだよね。これでコンプできなかったらさ、ここまで行って、ここまででかいこと言ってコンプできなかったら超ダセじゃん。超ダセじゃん。だからちょっと不安だったんだけど、いや、いけるかもしれない。頼むぜ。そーし、来てくれよ。シークレット、問題はね、シークレットなんだよね。前回箱買いで出なかったってことは相当レアだから、シークレット。さっ、あ、待って。シークレット来ないのお前。おかしいんじゃないの。まあ、とりあえず、シークレットもうそろ来て、シークレット頼むぜ、お前、おい、頼むぜ、お前、シークレットまさかここまで引っ張って出ないとさ。おお、来た、ムダ毛やったぜ、初、これ初ゲット、ムダ毛。うおー、ありがとうございます、ムダ毛入りました。うわ、これ欲しかったんだ、ムダ毛。あの、メッシーでもさ、めちゃ、あ、いいね、フェイス見て、ムダ毛見てくれ。俺ムダ毛にちょっと憧れがあってね、俺全くないからさ、ムダ毛欲しいんだよね。ムダ毛あったら俺のダンディズムが完成すんのよな。よし、行くぜ。さっ、はぁ、頼む、シークレット来てくれ、はぁ、頼む。ま、あのね、このフォルムだから重さ的には分かる、これ多分シークレットの可能性ある。軽い、軽いから、ナシの子かシークレットだと思うんだよ。怖え、マジ怖え。ちょっと待ってくれ、行くぜ。みんな狙ってくれ、狙ってくれ。トッドゥル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 トツカドゥル、マジでか、え、マジで、みんな見た、みんな見た、マジで見た、今の見た、え、今絶対そうだよね、今の絶対さ、ゴールデンフリーザーだよね、今のね、今の絶対ゴールデンフリーザーだよね。うわ、やっぱりそうだったか。うわ、やった、きた、よっしゃ。これ最後に見ていい、ごめん、ちょっとこれ最後に見よう、最後に見よう。やった、シークレット来た、よし、あ、見せた、やった、マジ来た来た
よかった来た。つうかすごくね、俺重さ的に梨の子だっつってマジでさシークレット出したんだけど、俺すげえわ、スタープラッシャーこれやばいぞ俺さ。おしおしおし、下半身増えたね。ラストマン、ザン。そしてラストマン、いきます。ドビュッシー、さっ。あ、ていうか待って、あ、コンプか、コンプか、これ持ってるでしょ。ドラゴンフナディースは持って、もともと持ってたやつだし、フナゲも来たし、ナシの子、あのこの火星人も来たし、フナステイナシも来たし、フナッシーもこれ持ってるだろ、ケツゴボ、ケツゴボ持ってるじゃん。あ、コンプじゃねえこれ、コンプだ。おお、マジか、もう何来てもいいや、あざっせ、コンプリート、コンプリート、よしよしよし、いいよいいよ、ザッ。はい、バタフライ船五郎と来まして、さっと、よっしゃー、見てくれ、みんなこれ開けたくねえな、どうしよう。でも開けないとダメだよね、せっかく出したんだから。ここで開けなかったらみんな怒るっしょね、これ開けないで保存しますって言ったら怒るっしょ。大丈夫、俺開けるから。めっちゃ震えてきた。開けるぜ、チョキです、チョキです、よし。はい、シークレット、うわー、でかっ、切れてる、ちゃんと、俺ブルってんじゃねえよ、ちゃんと切るよ、お前ブルってんじゃねえ、行くぜ、さっさっ、うわー、まぶしい、見て、第1弾と第2弾シークレットコンプできたよ、うわー素晴らしいね、輝いてる、めっちゃまぶしくない、うわー、やったー、コンプできた、ワンツーフィニッシュ。ありがとうございます。こいつマジで全然出なかったんだよね、マジ来てよかった。あのね、前までコンビニで、あのセブンだったかな、セブンで売ってたからよく買ってたんだけど、動画撮ってたよね多分ね、アップしてた記憶があるんだけどな、確か動画でアップあれしてなかったっけな、いやしてるはずだと思うんだけど、全然出なくて、こいつ船毛やっと来たよ、うわーやった、この船毛が欲しかった、見てこれ毛って書いてるかね。この胸毛俺にくれよお前、そしてマントな、ザン、素晴らしい。今回はマジでこのシークレットが出るかどうかだったんだよね、この戦いは、シークレットが出るかどうか、やった出た、ありがとうございます、マジで嬉しい。コンプリートできました。よし、ということでまた次回ね、次のフナッシーの人形でお会いしましょう。マジで最高の展開だったわ。あとは全部かぶりなので、これはあの保存用にして取っておきましょう。あー第3弾早く出てほしいね。てかもう出ないかな、もうダメかな、フナッシー。最近フナッシーのグッズ俺探してんだけどさ、あんまり見かけないんだよね。フナッシーもっと出してほしいな、こういう人形大好きなんだよね。フナッシーの品種変えるフィギュア第3弾待ってます。次のシークレットもね、黄金で、うん、黄金つながりにしてほしいね。そしてこいつにまた合体したいわ。この化け物一番上フナッシーでもいいよね、ちょっと組み替えるかもしんない。